司法のこの立場から国会に意見できないという、まあ、この事実が大変残念だなと思っています。選択的夫婦別姓の問題というのはもう何十年もこの日本では議論されていて、で3年何ヶ月か前、2015年の末にはこれは国会で論じられるべきものだということを最高裁が示しているにもかかわらず、そこから放置されている、国会が論じてない、これに対してこの司法としてそれはおかしいじゃないかということを声を上げていただきたかったんですけれども、そのこの3年数ヶ月で進歩もなく、司法のこの立場から国会に意見できないという、この事実が大変残念だなと思っています。